俺には気になる子がいる。俺は頭の中でいつも想像している。三重さん、俺はその子が好きだ。いつもメガネをかけていて、メガネがないとほとんど何も見えないらしい。そんな三重さんは今日もメガネを忘れている。メガネもコンタクトもなくても俺が三重さんのことを守るから大丈夫。今日たくさん小村くんに助けてもらっちゃったなって、このお礼はいつか必ず。ちかバレてしまう。俺の気持ちが終わってしまう。俺の恋、嫌われるかもしれないし、今の関係が壊れるかもしれない。言わないと将来一緒にいられないかもでしょ。ジュー、大変だよミエちゃん。あの顔はね、特別な意味で好きって顔なの。うわー、特別、特別って何？メガネがない、メガネがない、世界はまるで魔法だ。小村くんなら恥ずかしいとこ見せてもいいから。ミエさんにとっての俺って何なんだろう。なんか最近ね、毎日楽しくて調子に乗っちゃったかもしれない。ミエさんが俺のことをちょっとは特別に思ってくれてるって思っちゃってもいいのかな。ゆっくりじゃダメかな。